はい、ということで、韓国大統領選の方が始まっておりまして、本日はその動画をちょっと撮っていきたいなというふうに思うんですけども、今回の韓国大統領選、一つのキーワードはこちらです。韓中。韓中？これ実は今、まあ、よく韓国大統領選とかになると、なんかよくなんか反日とか日本で話題になるじゃないですか。いや、そういうイメージあるけどね。ただ今、韓国で反日よりも反中の方が強まっているっていう。そうなの？今、そうなんですよ。実際いろんなデータとかでも、まあ、特に若者とかに関して結構反中の人が増えていて、で特に若者が結構無党派層、まだ投票先が決まってない人が多いので、いかに反中票っていうのが結構今回、キーワードになっているっていう状況で。そうなんだ。でしかも、もともと反中の意識はあったんですけども、北京五輪でさらに火がついてますっていう。だって今北京オリンピックってなんか世界中が見てるやつじゃん。見てるやつ。応援してたりするんじゃないの？なんだろう。いやもう真逆です。真逆なんだ。これで今中国ふざけんなっていう今感じになっているということで、ちょっとこれを紹介していきたいなというふうに思うんですけども、主に2つちょっと韓国人を怒らせるちょっと取り組みがありましたということで、一つはまあ開会式あったんですけど、これ日本ではあまり報道されてないんですけども、まあ、中国国旗を持った、まあ、国内の、ね、中国国内の、まあ、なんか民族、56の民族の演出問題というのがありまして、56組でできたってこと？どうしたの？そうそうそう。でその中の一人に、まあ、チマチョゴリ、まあ、韓国の伝統的な衣装を着た女性が登場しましたっていうことで、まあ、これに対してですね、韓国じゃめちゃくちゃ怒っておりまして、韓国って言ったらチマチョゴリがなんか大事に出てくるやつじゃん。だ中国がこのね、チマチョゴリを自分たちのものとしてアピールしてるっていう、あそういったところに対してものすごく怒っておりまして、で一応ね、まあ、中国からすると、まあ、一応その中国内に朝鮮民族の方もいたりするので、いるんだ、まあ、その人が完璧っていうのは普通でしょうみたいな感じなんですけども、韓国はいえいえそれってなんか世界的にオリンピックの場でわざとアピールしようとしてるんでしょみたいな感じで言ってるので、これは韓服皇帝って今ね、あの韓国内でなんか言われたりしてるみたいな。韓服皇帝？そう。でこれはあのなんでこういう名前がついてるのか、これはある文字にちょっともじられている感じになってるんですけども、これ東北皇帝っていうワードがあるんですけども、あのまあ、中国のこれが歴史研究チームみたいなプロジェクトの中で、2000年以降ですね、まあ、コークリペクシーとかやったじゃないですか、ね、まあ、あったね、世界史とか、まあ、日本史も出てくるかな、シラギとかね、あるよね、うん、あるある、で、はいはい、でコークリペクシー、僕回は中国の地方政権でしたっていう、そうなんですよ。それは中国でコークリ中国のものって習ってなかったじゃん。習ってなかった。あの韓国の中のなんか政権というか昔のね、うん、そうだよ、政権だった。これは、中国の一部ですの。それは中国の研究チームかってことが発表して、それに対して、もうめちゃくちゃ韓国が怒ってると。それはそうだよ、ね。ふざけんなって。で、これは東北皇帝って。これあの、中国のプロジェクトの、あの、略称の名前なんですけど。で、そういったこともあって、韓国皇帝っていう。あ、って言われてるんだ。そうなんですよ。米中首脳会談、アメリカのトランプ大統領と習近平が会談したときに、トランプ大統領があるインタビューのところで、あの、韓国は、もともと中国の、あの一部だったってところを説明を受けたみたいなトランプ大統領を明るみにして、そういった、ね、ニュースも出て韓国もより切れてる。これはダメでしょ。そう、なんだろう、だからアメリカと韓国って仲いい方なんだからさ、っていうのをねトランプ大統領が明るみにしてだこれは真意が分かって、まだ分かってないな、あので通訳ミスなのか本当に言ったのかみたいな、まあ、分かんないんだけども、ちょっとそういったことがありました。あとね、キムチ論争。キムチ論争なんだそれ。これなんかちょっとポップだけど、この名前めちゃくちゃポップなんですけども、全然あの餃子の宇都宮と浜松みたいな問題ではなくて全然違います。もっとドロドロしている感じで、まあ、キムチはね、中国があのパオツァイっていうものがあって、中国の食べ物があるんですけども、うん、それはキムチってのはパオツァイの一部ですよ。やばいってそれは。なんで要するにキムチの元祖は中国のものです、うわっていうのを発表しちゃって、あだからもうそれでチマチョコレートキムチ取られたら韓国何もなくなっちゃう。そしたらキムチを韓国人は、いやキムチはもう中国のものですよ、なんで2013年に、UNESCO の無形文化遺産にも登録されてますと。そうなんだ。そう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 、って言ってるんですけども、中国側はいやいや一緒みたいな、あれはやばいねっていう感じで言っちゃって、でだから韓国と中国の YouTuber 同士も戦ったみたいな、中国の YouTuber がこうパオツァイで流した時に、いやそれは韓国のものだみたいな感じでめちゃくちゃコメント書き込まれてるみたいな感じで、キムチ論争みたいな、それはすごいね、持ってるってところで、だからそういったところもあっても反中みたいなのがありましたと、うん、で開会式でこういったものがありました。開会式だったのね。でさらにショートトラック、ああねこれは見たよ、ね、まあ今回の北京五輪はすごいなんか中国寄りの判定が多かったんじゃないかみたいな、多かった気がする、まあ、まあまだ続いてるけどね、あの
言われておりまして、まあ、今ちょうど閉会式の日に撮影しているんですけども、うん、まあ、その中で、まあ、韓国ってスケートめちゃくちゃ強い、あ、そうなんだ、国なんですよ、はい、でショートトラックとかでもめちゃくちゃ強くて、うん、で男子 1000m 準決勝、うん、これね韓国人選手これ優勝候補だったんですけども、はいはい、2人が準決勝でなんか失格いたな、なんかブイって押したみたいな、押したか押してないかみたいなじゃなかったっけ、あ、押したか押してないかに関してはこの後に、あ、この後にいろいろあるか、いろいろについて分からなくなっちゃってんだよで、まあ、韓国人選手が準決勝で敗退して、うん、で、それ中国人選手がその繰り上がりで決勝行って、うん、で、その決勝で優勝すると、あ、優勝したんだ、で、グイッと押したのは多分この決勝に出てたハンガリー選手、あー、そこか、そうそうそう、で、だ決勝5人が中国3人のハンガリー2名っていう、だ韓国人選手優勝候補が両方とも落とされたから、へー、で、決勝もハンガリー選手が押されたのになんかそのまま優勝になってたみたいな感じで、本来準決勝で負けた選手が金メダル取ったんで、もう韓国めちゃくちゃぶち切れて、これはそうなるよね、はい、であと混合 2000m リレーとかも、で中国が金メダル取った競技なんですけども、うん、準決勝でアメリカロシアが失格勝負になって、で、中国が繰り上がって、で、決勝で優勝するっていう、あ、で、まあ、疑惑で失格処分するのは分かるんだけど、うん、中国選手もなんかリレーの時にあれタッチしてなくないみたいな、はいはいはい、なんでそれは失格になんないのみたいな感じで言われてて、でこれ韓国でブルートゥースタッチって言われてるんだけどタッチしないのに繋がったことになってる、すごいな、ブルートゥースタッチっていろいろ何か生まれてるな、そう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 、へーっていう風に今言われてますっていう感じで、で、まあ、これただね不正があったんじゃないかみたいな、うん、言われてるだけじゃなくて、実際韓国選手はスポーツ仲裁裁判所で提訴しますって、すごいね、まあ、そういった動きが出てますよと、で、まあ、国際スケート連盟 IOC にはもう実際抗議文を出したりして、日本は出さなかったんだね、結局ね、日本はそういうのはね、そこまでやってないっていう、いろいろあったけど、で、まあ、市民団体は中国大使館の前で抗議してますよ、大使館の大使だろみたいな感じで言ってるっていうことで、でこれね、本当にいろんな韓国 の、 有名人タレントだったり、うん、まあ、アイドルとかもそこに対してめちゃくちゃキレてますし、怒るよそれ、で今回ねイ・ジェミョン候補とユン・ソクヨル候補って、まあ、一騎打ちみたいなの言われているんだけど、うん、大統領選で、ね、この2人ともこれに対して触れて抗議してるっていう、それはね、いやでもそれはねって言っても、だって日本の岸田総理が高梨沙羅の件で別に批判のコメントとかしてないしないそれを今やってるっていう状況、あ、そういうことね、そんぐらいも気にして、世論気にしてる、はい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 、これは逆に言わなかったらあれ中国に忖度してるのかみたいな、あ、まあ逆にね、そうそう、言われちゃうってところで、はい、もう校舎がもう SNS 上でもう発表するぐらいにもなっているっていうような状況になってますと、じゃあここからね韓国大統領選でやっぱ政策面ってところになってくると思うんですけども、もともと今のねムン・ジェイン大統領の時に賛政策っていうのが行われておりまして、だからまあ割と中国寄りの政権なんですよ、ムン・ジェイン大統領が言いました、ただ、米国地上配備型ミサイル迎撃システムサードっていう、ちょっと一時期サード問題っていうのはね2017年とかかなり問題になっておりまして、まあそれこそ以前パククネ大統領の時に配備決定しましたと、懐かしいなパククネ、でこれに対して、まあ、中国はもうガチ切れしておりまして、あ、そうなんだ、まあ一応北朝鮮のミサイル用に、まあ、このすごい高精度な迎撃システムを、うん、韓国に配備しようとしたんですけども、それに対して中国が敏感になってて、あ、まあ、中国もだから対策にもされてるんじゃないか、そういうことね、中国のためにじゃないかと、中国が撃った時にすぐ抑えられちゃうっていう、うんうん、実質が隣に米軍がいるみたいな、確かに近いもんね、これはもう絶対嫌だってところで、でこれを決定した瞬間もうめちゃくちゃ報復しましたと、もう韓国製に対する輸入規制を行ったりとか、韓流ドラマの制限を行ったりとか、まあ、韓国のアイドルとかが公演できないようにしたりとか、まあ、ロッテグループがこう土地を提供したってことで国内営業停止処分というか、ロッテグループが営業できなくなりましたっていうのがあったりとか、あと、まあ、中国人客が、韓国に、観光に行かないようになったりとか、もっと経済的に大打撃を受けましたってところで、爆買い中国人来なくなったってこと、そう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 、そうなんだ、でそれに対して、まあ、そういった配慮、経済的に大打撃を受けたんで、ムン・ジェイン政権は賛成策、もう米国、これサードはもう世界にしません、さらに米国ミサイル防衛の参加拒否します、あ、しません、で日米間の軍事同盟強化しませんみたいな感じで、中国にものすごく忖度じゃないですけども、これやらないっての負ね、そうそうだ、負なんですよ、やらないっていう意味での負か、あ、なんですよ、そういうことね、でじゃあこの賛成策が今回どうするのかみたいなところで今、一つの争点になってるんですけども、はいはい、でこのイ・ジェミョン候補に関してはムン・ジェインと同じ共に民主党のところで、ムン・ジェイン政権の
まあ、だから仲間ですと。仲間なんで、ね。はい。で、イジェミョン夫婦は、そのまま友好関係を維持しますよ。ああ、だからその、中国との友好関係を維持と。ユン・ソクヨル候補は、サドも、経済とかでも、まず追加配備します。お、じゃあ逆に、そっちの政策を、負じゃなくて、やっていこうってことね。そうです。ユン・ソクヨル候補はやっていこうってところで、これ、彼バチバチしてます。はいはいはい。いう感じで、まあ、ユン・ソクヨル候補からすると、まあ、経済、まあ、でも、まず国内の安定が守られてからの経済でしょっていうふうに発言してるってところで、まあ、ここが一つの争点になっているということで、だ今回の北京五輪のね、この問題、うん、特にショートトラック、スケートとかの問題に関しては、まさかのユン・ソクヨル候補にすごい追い風になってる。それはそうだよね、確かに。そう。中国を批判すればするほど、ユン・ソクヨルさん、ちょっと行くもんね。入るんで、はいはい、基本的には。確かに。なんで、北京五輪が、まさかの、ちょっと今回の韓国大統領選に影響を及ぼしてましたっていう、そういった問題でございます。まだ、3月の、はい、まだ、前半、まあ、3月入ってから投票日なので、そうなんだ。まだちょっと、もしかしたらね、この半中からちょっと下火になってくるかもしれないですけど、実際TikTok とかも やらないようにしようみたいなネットで呼びかけたら。出た、はい、まあ、日本でもたまに、たまに。あったね、TikTok。中国の。やっぱ同じような人がいっぱいいるっていう。はい、韓国大統領選のキーワードは反中でしたということで、ちょっとそういったところも注目していただくと多分面白く見れるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。